在香港日本人は、香港に居住する、日本人である。主として、ビジネスマンとその家族から成り立っているが、独身女性の数も多い。日本人の香港への移民は、江戸時代末期の鎖国が終わって間もない頃から、見られるようになった。日本と、香港や上海の間で、定期的な船便が就航されるようになり、商人やからゆきさんが、徐々に、 海外へ渡るようになった。1880年までに日本国籍を持つ26人の男性と60人の女性が香港に移住したという記録があり、その総数は明治時代の終わりまでに200人に達した。1931年の満州事変勃発に伴い中国人の新聞記者が記事の中で 日本に対する放棄を呼びかけたり、南京の国民党政府が同年9月23日を国地記念日と制定するなど、在香港の日本人と中国人の間で緊張が高まるようになる。国地記念日となった9月23日の夜には、ワンチャイの少子厚道にある日本人経営のパブが中国人による投石の被害に遭い、その翌日には県日以上にある 香港本願寺小学校に掲げられている日照記が燃やされ、反日暴動は25日頃まで続いた。その後は日本人家族に対する臨時事件まで起き、9月26日の中秋節に山下一家の6人が1000人以上の中国人男性から襲われ、両親がナイフで刺されその場で死亡、祖母と息子3人のうち2人が、 搬送先の病院で死亡した。事態を重く見た、植民地政府は、その日の晩に軍隊を出動させ、翌27日に非常事態宣言を発令した。また、この一連の暴動7が、第一次上海事変勃発の引き金の一つになったという見解もある。一連の暴動により、以降10年は、日本人移民の流入はあまり見られなくなった。 香港本願寺小学校は引き続き運営されたものの日英海戦並びに香港の戦いの勃発に伴い香港における日本人の一般市民の数は80人にまで減少した通常日本人の移住は満州事変以降の満州国のケースのように帝国陸軍に付き従う形で行われるものだが香港の場合は 少数の官僚などを除いて移民の流入を伴うことはなかった。イギリスの降伏に伴い、香港では日本軍による軍政が敷かれ、経済面は餓死者が出るほどの壊滅的な打撃を受け、特に軍票問題に関しては、現在でも香港における反日感情の火種の一つとなっている。しかし、 日本人と中国人の一般市民同士の関係は悪いものばかりだったというわけではなく、香港の法廷弁護士だった洋粛省は自身の解雇録の中で家族で香港からマカオ、公衆安卒借地を経由して中華民国自由地区に亡命する際、国民学校の校長から支援を受けたことを十回している。第二次世界大戦からの復興に伴い、 日本による海外への投資が盛んに行われるようになり、その結果、香港における日本人住民が増加することとなった。1966年には、香港日本人学校が設立され、1987年6月には、日本語新聞、香港ポストが創刊された。イオン、広本駅前店1981年から1999年にかけて、 香港における日本人の人口は7802人から23480人と約3倍に増加するなど、ロンドンやニューヨークなどと似たような傾向が見られた。これに伴う形で日本企業の数もうなぎ登りに増え、1988年から1994年にかけて1088社から2197社へと約2倍に増加した。 香港の在留日本国籍保有者の推移中華圏の都市の中では、上海市の次に在留日本国籍保有者が多い。ありがとうございます。